さよなら投信が3月に出てて、それのもう42万回再生されて、はっきり言ってしまえば僕自身はもう広告収入生活はできません。4月分の収益は話題始まりました。マテチャンネルです。そうです、今回はまあタイトルにある通り皆さん大好き収益公開でございますね。4月の収益を公開することになりますね。そして5月に振り込まれましたから、でこれ何回も質問が来るんですけど、収益振り込まれたものは公開して構いませんから、1円単位まで言って大丈夫です。なんで、はい、普通に喋ります。で言われてきたことですが、4月っていうのは3月からスポーンと下がったと、間違いないですね、それね。で結構それによって、あ、4月に出そうかと思ってたけど、ちょっと5月まで待って出そうみたいにねした動画あるんですけど、5月はもっと下がった、ドボーンっていうぐらいもっと下がってたよ。さらに分かんないです、まだ6月始まったばっかなんでどうなるか分かりませんが、今のところ5月よりも6月の方が下がっているから、はっきり言ってしまえば僕自身はもう広告収入生活はできません。めちゃめちゃ再生されないと無理ですね、はい、で自分の動画上げてその動画で生活するなんてことはこの不況でできなくなりました。はい、ではですね、今までの収益ね、パンと振り返っていきますね。まず1月の収益がまあ2月に振り込まれてですね、それが38万3400円で、で2月の収益、3月に振り込まれたものが66万1349円、なんでこの2月の段階からだったらもう全然これで YouTube で暮らしていけるという状況です。で3月に広告単価が上がり、非常に上がり、この調子だったらいけるなと思って収益が、そうです、122万9782円ということで、100万円を超えたわけですよ。もうこれ、あ、もう大丈夫じゃんってね、なったわけですよ。あ、全然もう余裕で暮らしていけるよっていう形になったんですが、果たして4月はどうだったのでしょう。まあ4月はね、最初がやっぱりでかいので、さよなら投信が3月に出てて、それの収益のまあ一部、てかまあ結構入っては来ているので、もう42万回再生されてますね、さよなら投信。でその後に4月1日に出たのが「ただ呼び開講します」って言って、これがまあ35万回再生されたりとか、「武田塾入ります」っていうのが12万再生とかね、なって、まあ最初のブーストがありますよね。だからその辺6万5000とか4万6000いって、その辺やっぱ結構高いよね。中央大商学部の問題解いたりとかってしましたね。もうだから自分が出てなくても1万再生超えるようになったし、総先生出てもらって9万再生いったりとか、あ、トイックおすすめが5万いってるよね。トイックのおすすめの参考書、これね、参考書おすすめして Amazon で全部売り切れて、出版社からお礼来ました。影響力出たなっていう感じ。やっぱ総さん人気あるね。7万5千か。あと大東文化の問題解いたやつが5万6000とか、武田塾の高田先生出たのが5万1000。で、あ、そっか、失敗しないね、自宅学習法なんても出しましたね。今これ9万再生までいってますよね。で、たわしさん、あ、そうね、たわしさんの受験本番、東大の本番で書いた答えを添削したやつとかも、これも9万再生いってる。で、自分の現役合格失敗した話っていうので4万。再生いってるとか、まあこんな感じでですね、だいぶ1万も切らないのもコンスタントにいい感じで来てて、3月と比べてそこまで再生数は落ちなかったんです。まあ3月そもそも1日2回とか出してたんでね、動画ね、それはね、違うは違うんですけど、それにしたって広告単価が違いすぎる。さあ、いよいよそんな中どうなったのか発表します。5月22日に振り込まれている4月分の収益は6、こっちから6、どうやって出るの、こっちから出るのか、6、下一桁が6、9、9、2、0、8ということで、802,996となりました。いやー、意外と持ちこたえたなって感じですね。もっとズゴッと下がると思ってたんですが、意外と大丈夫でした。メインチャンネルの方が
72万ぐらいですよね。でサブチャンネルが7万7千ぐらいなんかなという感じになってます。意外とねそこまで下がらず、おー持ちこたえたぞっていう感じでした。危なかったですねこれね、やばいんじゃないかと思いましたが、まあだから4月の頭のブーストですね、最初にドーンと再生されたのがあったおかげだと思いますね。再生参加は下がっていても、でびっくりするのがね4月と5月なんですよ。これから5月になってスボンと下がるんですよね。まあメインチャンネルは5月の方がまあ少なくなってますね、再生当然少なくなってます。でそれに対してサブチャンネルの方は5月の方が4月よりも再生数が多いんですよ。でもどちらもがっつり4月より下がってる、すごい単価が下がってる、もうも目も当てられないぐらい下がってる。この1年分のねやつが全部表示されて見てるんですけど、もう全然過去最低、単価はもう過去最低で、6月もその過去最低をね更新してんだよね、メインもサブも。まあ6月はまだ始まったばっかりだから断定できないですけど、こりゃえらい不況がやってきたなっていう感じですね。だからおお80万いったね、4月と3月合わせて200万で、おお月100万ペースじゃないですかって思いますが、いやこれ景気回復しないと終わりじゃない。もう企業はだって広告なんて一番簡単にカットできるところですから、スパッとカットしてっちゃいますよね。だから3月4月だったらまあ YouTuber として YouTube の広告収入だけで暮らしていきましたが、もう無理です。残念ながら5月、まあ5月は受け取るまで発表できないので、額はだからもうこのね今プレミア公開とかってこうやってね、さあいくらだったでしょうとかってやってますけど、それもできないです、もう無理です。で発表したってうわしょぼーみたいなですねなっちゃうんで、でまあいろいろ企業案件とかコンサルね、コンサル3つのチャンネルやってますけど、まあ漂いもある意味コンサルしてるようなもんだなって、それも合わせたら5つぐらいになっちゃうのかチャンネルが、大変なんですけど、でコンサルと企業案件の方がだから5月はもう上です。普通にこの広告収入で YouTube の広告収入で得たお金よりも5月は企業案件コンサルを合わせた額の方が上、そっちの方が勝ってるっていう状況になってますんで、まあこれは良かったなと思いますね。動きちゃんと考えておいて、 YouTube 一本でやってったら危険だろうなっていうのは思ってたんで、いい判断ができたと思ってます。はい、だから、うちのチャンネルコンサルしてくださいとかですね、企業案件よろしくお願いしますみたいな、ね、やってくださいみたいなね、お願いします。あ、ただ企業案件は何でもかんでもやらないですから、当然あの英語関係だったりとかが何か勉強に関するものしか多分ないとは思います。あ、でそうだね、コンサルしてる一つねブレイブのチャンネル始まってますので、そちらもよろしくお願いします。はい、あとよく分かったよね、前に動画は絶対10分以上にしてくださいってね、その僕が受けてたねコンサルの人が言ってたんですけど、サブチャンネルやるようになってすごくよく分かった。なんでみんな10分よりも長くするんだっていうのね。そう、10分よりも長くするとミッドロール広告って言って間に入れられるんですよ、広告で。10分ないとそれ、そう入れられないんで、最初にしか入らない、もしくは最初と最後に出てきたりすることもあるわけなんですが、本当ね、全然違うんだね。そうさ、サブチャンネルってほとんど10分以上のものないじゃないですか。それに対してメインチャンネルはそうだ、超えてくださいって言われてたから、最初からだから全部越すように頑張って作ってるので、で全然違うんだよ本当に収益が。だサブチャンネルはもう完全に日によってはね、サブチャンネルの方が再生される日もあるんですよ、うちのチャンネル。でも収益が全然違う、もう全くもってメインチャンネルの方が上だから、何個もそのね広告挟める長い動画出すチャンネルがねあったりするのもすごいよく分かった。こんなに違うんだなと思った、まあ、特にね広告単価がめちゃくちゃ下がってるから、やっぱ長い動画にしていくつも広告挟まないとこれはやばいのかなっていうのはすごく分かった。だって今はすごい安い広告が多いじゃないですか、変な漫画のさ、はぁみたいな、なんだこの、何この大企業の広告と全然違ってしょぼい怪しい広告みたいなさ、いっぱい出ますよね。そうだから、だから長くすんだなっていうのをね、絶対長くしなきゃいけないっていうのは分かった。あの時のねコンサルの言葉がすごい、ね、それ守ってなかったらまずかったなと思ってちょっと感謝してますけどね、まあ、とにかくきつい。で6月はまあ広告単価は望めないですけど仕掛けますんで、その自粛期間のせいでできなかったことがいっぱいあるので、そっち動いていきますので楽しみに見ておいてください。はい、そしてね
ぜひチャンネル登録してね、10万人達成させてください。ね、もう銀の盾、ところを獲得させてください。ぜひぜひ、ね、ほんとね、5月は仕掛けることができなかったから、ほんと苦しかったんですけど、はい、ここからやりますので、ぜひ期待してください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. YouTube だけで生きていくのは危険。